リッター風では、ドイツ連邦共和国にーダーザク先州、オスターホルツ軍の町村である。この町は、ブレーメンの北に位置し、約10キロメートルの市、境及び宗教で、これに接している。リッター風で周辺地形図地形は、半目川及びビュンメ川下流の、湿原、ドロシッチ、及び中石平野で、表記に形成された砂とロームの土地からなる。現在のリッター風で町は、 かつて独立した町村であった以下の地区からなる。括弧内は2013年4月時点の人口である。リッター風では、北はオスターイコールシャルムベック、東はリリエンタール、南はブレーメン、西と北西はシュバーネベーデと境を接している。リッター風では、1182年に、筆としてオスターホルツ修道院の文書に初めて記録されている。筆集落は、 フーデやフーデなど現在でもわずかに残る地名グループに属す。さらに地名のプレフィックスやサフィックスとしてこれが付く。何百もの例が北ドイツ、オランダ、イングランドに広く分布している。フォンデア・フーデ家は1185年に初めて文献に登場する。ブレーメンの資料集によれば、フーダ城はハンブルクからブレーメンへ通じる街道の 半米側と招致を監視するために1309年に造営された。1380年にフォンデアフーデケの騎士と従者が城を開け渡すことを誓い、破壊を免れた。フライエドミの最も古い陶器簿によれば、1568年にダムサーフデンには52家族が住んでいた。この数はゆっくりと増加し、シャッツ、ウントコントリビューシャンズベシュレイバングによれば、 1635年に89、家族となっていた。1712年、大火により、水車を含む56棟の建物が消失した。1757年には7年戦争により城と、ダム橋が破壊された。風敵主家の最後の当主、フリードリヒ・アウグスト・フォンデア・フーデの死後、1774年に、ゲオルク・グレーニングがこの集落を獲得した。彼は後に、 ブレーメンの市長となった人物である。彼とその息子のハインリヒホングレーニングは、水木を領主館に改築した。この際北翼が増築され、三翼式建築に拡張された。この館には、現在もその子孫が住んでいる。1850年に、リッター風で、オスターハーゲンイールポール及びベルシェンレーゲ、ハイルスホルン、ヒュルゼベルク、イーゼホルン、ブッシュハウゼン、 コアシャルムベックストーテルを含むゲリヒト・リッター・フーデとアムト・ー・スター・ホルツトが統合された。リッター・フーデでは1854年に初めて町議会選挙が行われた。20世紀初めに以下の建物が建設された、1912年体育館、1925年林連、薬局、1927年検診霊ホールを持つ牧師館、 1930年リースシューレ、1931年郵便局。この他に1926年から1930年には、シュロスブリュッケと街の北部とを結ぶ修道が拡張された。1929年からリッター風でにおける、失業者数が急速に増加した。世界恐慌が暗い影を落とし、約2400人のリッター風で住民のほぼ30。 パーセントが公的資金での生活を余儀なくされた。NSTP は1924年12月の国会議員選挙で29票を得て初めて姿を表した。1930年9月の選挙では183票、1932年7月の国会議員選挙には488票を得た。1932年11月6日の選挙では、 半分近くまで票を減らしたが、全国平均よりもかなり勢力を有していた。NSTP は、リッター風ーデーでは、スピードの最高得票に届かなかった。ヒトラーは1933年1月30日に、権力を掌握したが、リッター風ーデーでは1933年3月の国会議員選挙までスピードがトップ政党であり続けた。 しかし彼らは大規模な組織化された抵抗運動を行うことはなかった。DZP、DDP、DVP はリッター風での選挙で重要な役割を担うことはなかった。DHP は1920年、1924年の選挙では約200票のおそらくは農民票を獲得したが、その後急速に衰退した。 右翼政党の DNVP は1930年までは80票程度を獲得するのみであったが、1932年7月の選挙以降急速に票を伸ばし、11月の選挙では217票を獲得した。おそらく彼らは NSTP と同様に市民有権者の受け入れの恩恵を受けたと推測される。ブレーメンレーズムの町長で突撃隊。 高級中隊指導者のフリッツ・ヨハン・ケスターは1938年の排斥運動に個人的にリッター風でのユダヤ人家族テアベルク家を半目定地に追い詰めた。突撃隊員はこの家族を射殺するためにケスターの車で空き地に運んだ。しかしケスターとその小隊長は結局家族全員を射殺することはしなかった。その代わりに彼らはテアベルク家の人々を 威嚇射撃の中を走らせたのであった。1999年に多目的ホールをイベントセンターに改築する工事が行われた。1927年に建造された町役場は2000年に修復された。2004年からリッター風では低地ドイツ語による地名不意を 町の入り口に建てられた標識に公式に記すこととした。2014年9月9日、町のゴミ処理会社の敷地で大きな爆発が起き、隣接する住宅地の約40戸が被害を受けた。この会社のある従業員は、この爆発で受けた怪我のため、およそ1週間後に死亡した。1974年3月1日に、レーズムストーテル、オスターハーゲンイールポール、 プラッチェンベルベ、シュテンドルフ、ベルシェンレーゲがこの町に合併した。1974年にリッター風でに合併する町村の人口推移を示す。1974年の人口は外数である。1949年のリッター風での人口のうち2039人は難民である。1974年以降のリッター風で町の人口推移を示す。 リッター風で町役場リッター風での町議会は30議席からなる。これは人口12001万1人から15000万5000人の自治体の議員定数である。30人の議員は5年ごとに選挙によって改選される。上記議員の他に町長も町議会において投票権を有している。リッター風での町長は通残ネガイルスである。 彼女は現職町長であった2014年5月25日の選挙で50.3%の支持票を獲得して再選された。この選挙の投票率は56.9%であった。この町の紋章は、基部は緑地、主部は赤字で、向かって左向きに跳躍する騎士が描かれている。騎士は銀色の軍装をまとい、金のバグをつけた銀の馬に乗り、 槍と盾を持っている。盾、兜、倉敷は、風でけの紋章の配色である銀黒から金色である。この町の色は銀黒から黄色である。町の旗は、同じ幅の横島で上が銀色、中が黒、下が黄色で、中央の島の真ん中に、町の紋章が配されている。毎年の半目祭では、祭りが開催されるリース通り沿いのが愛盗にこの旗が、飾り付けられる。 この他に、フィリピン、カミギン州の都市下街の地区に対する支援協定を結んでいる。リッター風では、ニーダー作クブレーメン自治体連合に加盟している。リッター風でリース体育館、ダムグート町の中央に立つ、レンガ作りの保護文化財建築がこの町の景観を作り出している。これは、リッター風でで生まれ、19世紀末にアメリカ合衆国へ渡った、 リース兄弟によって建設されたものである。この建物は、体育館、薬局、町役場、牧師館、リース修礼、郵便局として用いられた。福音主義西洋ハネス教会は1792年に、先代の建物があった場所に木組建築で建設され、1908年と1929年に改築がなされた。特に外壁の木組が、レンガの壁に置き換えられた。 レンガ作りの塔は1892年に増築され、1936年に改装が高められた。水堀で囲まれた領主館、ダムグートの主館の建築場の起源は14世紀にまで遡る。町の中央にある1876年から1880年に建設された株構造が残されていたかつての風車は2006年4月。 以降に修復が行われ、2007年8月3日に完成した。この風車はこれ以後文化目的に利用されている。リッター風での半目川の席は、1874年、75年に建設されたもので、1985年から保護文化財に指定されている。アムシャフコーフェント、レーズムストーテラー通りの角にあるユダヤ人墓地には、 1780年から1938年までに、葬られた29機の墓石が存在する。この墓地は、保護文化財に指定されている。ハンメ祭この町で、毎年開催されている行事としては、9月の第1週末にリース通りで開催されるハンメ祭、射撃広場で開催される、オスターホイヤー、射撃祭、レーズムストーテル、ベルシェンレーゲの収穫祭がある。 2006年以降、ハンメフォーラムの外庭で行われる野外コンサート、リッターフーダートルフナハトや、女子及びジュニアの国際リッター風で柔道ハンメハイが開催される。リッター風では、北西部大都市圏の一部である。3549人の就労者のうち33、33%が製造業、31%が商業、接客業、交通業、 36%がサービス業に従事している。リッター風でに通勤する就労者は2930人。リッター風でから通勤する就労者は4491人である。町内には1.3ヘクタールから27.1ヘクタールまでの産業地区が存在する。リッター風での古く大きな企業としては以下のものがある。この町は アウトバーン A27 号線及び連邦道 B74 号線沿線に位置している。A27 号線のリッター風で南インターチェンジは A281 号線とのジャンクションと同じ高度にある。A281 号線は将来的には北西ドイツ地方の交通網においてベーザー側を横断する重要な役割を果たすこととなる。 リッターフーデ駅公共旅客交通、リッターフーデ駅には、ブレーメン、ニーガーザクセン地域 S バーン RS2 号線の列車が停車する。この路線は、日中1時間ごとにブレーマーハーフェンレーへと、ツビストリンゲンとの間、および、ブレーマーハーフェンとブレーメン中央駅との間を運行している。平日のラッシュ時には、午前中には、ブレーマー中央駅行き方面、午後には、 ブレーマーハーフェンレー駅方面の列車が増発され、一時的に30分間隔の運行となる。リッタンフェデではバス路線680番が運行している。このバスはバルヘーフェン、ブレーメングレーペリンゲン間をおおむね1時間間隔で運行している。また、バルヘーフェンからブレーメン中央駅、ブレーメングレーペリンゲンからハムベルゲン、ブレーメンブルクからオスターホルツシャルムベックへの バス路線も数本存在する。この他に何本かのスクールバスもリッター風で町内及び周辺を定時運行している。例えば、656番、659番、663番がある。土曜日から日曜日にかけての夜には、バス路線 N62 番がブレーメン中央駅とオスターホルツシャルムベック間を1時間ごとに運行しており、 リッター風でのバス停でも利用できる。一般社会福祉施設協会。ありがとうございます。